ビデオダイアリー、ary, January the 9th, 2019バイヒロシハヤシ、ハママツシリー、ジャパン。ビデオ日誌、2019年1月9日、林ヒロシです。おはようございます。今朝は、日本国の照明、散布作、 を再アップロードしてみたいと考えています。日本国の証明です。で、なぜ今かということなんですね。というのは、今の今、極東アジアは、つまりこの日本周辺は、大変、なっていますか、 緊張状態に包まれ始めています。で、私は次のように考えます。韓国にせよ、北朝鮮にせよ、取るに足りない国、つまり日本が本気で相手にしなければならない国ではないということです。国力のことを言って いるのではありません。精神性の問題です。先のピョンチャンオリンピックでは、韓国はとんでもないモニュメントを建てました。どういうモニュメントであったかは、皆さんご自身で調べてください。生命の木。 と称したあのモニュメントです。あのモニュメントがいかに生命の木とかけ離れた形をしていたかは改めて私が指摘するまでもありません。生命の木、つまりアッシリア、バビロニアに伝わっている生命の木とは似ても につかぬものです。その代わり、あの生命の木。あれはまさしく、木の子、木の子、木の子でした。私は当時、その動画を作りましたが、結局はアップロード。 ししませんでしたその時私が思ったことはこういうものを堂々と作るその国民性の低劣さに嫌気がさしたからですまたその時こう思いましたこんな国を本気で相手にしていたらそのどっけにどっけに 巻き込ままれてしまうぞとですいいですか皆さん日本という国はまさしく神神々が選んだ神の国だったということです日本人は気高く誇り高く私は生きるべきであるし生きたら良いと考えています そういう思いを込めて、日本国の証明というまあ動画をですね、今朝再アップロードしてみることにしました。えつまり、本気で相手にするに足りる国ではないということです。そういう意味では、かわいそうな、かわいそうな国です。で 皆さんの中には、そんなことをすれば、日本は叩かれる一方ではないか、というふうに思われるかもしれませんけれども、少なくとも、ああした国とですね、緊張状態を高め、そして今のこの状況が続けば、やがて日本はそうした国と交戦する、つまり戦争をするということも考えられます。 私は1968年、ユネスコの交換学生として韓国に渡りました。その時の話を少しします。列車で博多に向かい、博多から釜山港を目指しました。そして釜山港へ着くと文学隊が私たちを迎えてくれました。 団長は、後の北海道大学の学長となられました、杉の目春沙田先生でした。ブンちゃっちゃっちゃ、ぶんちゃっちゃっちゃ、ぶんちゃっちゃちゃ。何事かと思ってみると、その文学体は私たちを迎える文学体であったわけです。が、歓迎されたのはその日一日だけ。 あとはどこの大学へ行っても議論、議論、議論。その議論がですね、議論にならないわけです。日本攻撃の議論、議論、議論。日本攻撃の議論、議論、議論です。もう私は疲れてしまいました。日本が悪い、日本が悪い。日本はベトナムに兵隊を送っていない。俺たちはベトナムに 兵隊を送っている。靴は全部日本製だ。日本は俺たちの戦争を利用して金を儲けている。というような話ばかりを、まあ、繰り返し繰り返し聞かされていたわけです。テイク。私たちはテイクと言ってましたけども、正しくはテングと言うんだそうですけども、日本語で漢字で書けば耐久ということになります。その テグ大学へ行った時のことです。私たちのために会議場が持たれ、そして議論、議論、議論です。一方的に聞かされるままです。それで私は疲れてしまい、昼休み時間になりましたので、あのテグ大学の屋上に登りました。当時の 天狗大学今でもそうかと思いますけども丘陵地帯の修復にあってそしてその屋上からは大宮ですよね昔の大宮テグの街が一望に見ることができました屋上の欄干って言いますかそこに手をかけてぼんやりとテグの大学をテグの街を見ていましたらそこへ一人の学生が タッカタッカタッカと私の方に向かって歩いてきました。私はまたこんなところで議論かと思いまして、身構えました。というのは、そこにやってきた学生は、その議論の中心的人物、まあ、いわゆる議長であったわけです。そして、激しい日本攻撃を繰り返しました。そして私のところへ、 あたた。かと一人でで、やってきましたで私は身構えました。こんなところでまたかって感じですね。ところが雰囲気が全く違いました。ニコ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 と、ニコ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 と穏やかに笑っているではありませんか。何事かと思って見ていると、見した林しというところから話が始まりました。私は日本へ留学したい。 君ならそのつてを知っているはずだ。教えてほしい。という話でした。これには驚きました。その前後、私たちは、あちこちの民家、普通の、って言いますか、まあ当時としては、大変リッチな方たちの家に、まあ今で言う民泊をしました。 当時の韓国がいかに貧しい国であったかということはですね、1968年ですねの韓国がいかに貧しい国であったかということは、一つの印象として残っているのはですね、プサンの街をですね、マイクロバスだったんですけども、そのバスで通って行ったときのことです。メイン通り ですよね。メイン通りをマイクロバスで通ったんですけども、どこの商店街も、メイン通りの商店街はですね、土壁剥き出しの商店街でした。看板といっても粗末な四角い看板に大きなハングル文字で書かれているだけでした。そして垣間見るその向こうの横丁の、横丁の、何て言いますかね、普通の民家はですね、 まあそれは想像絶するほど貧しい家,家でした。まあそれは想像絶するというのはですね、日本にももちろん貧しい方たちが住んでいる町っていうのがあったわけですけども、それはもう想像絶しましたね。はければ、まあ、まあ、あえて言うならば、 まあ言えません。とにかくも貧しい家,家でした。メイン通りの商店街ですらもそのような街でした。ソウル、今でこそね、まあ大繁華街になってます、ミョンドンの街で、まあ当時のね、KCIA の人と一緒に食事をしたことがありますが、あのミョンドンの街にしてもですね、 道路の中央にダラーッと一本のロープが通っているだけなんです。そのロープを左右の家から別の細いロープで支えていました。その太いロープに裸電球のランプがダラーッと並んでいました。それがあのミョンドンの街の様子でした。いかに貧しい国であったかということは皆さん想像してください。で、そういう中、 民泊をさせていただいたわけです。どの家に行ってもですね、もう小さな銀、銀、なんて言いますかね、金属製の皿にですね、もうごちそうが食べきれないほど並ぶんです。品数がですね、そうですね、3、40から50の品数の料理が並ぶんですよね。大歓迎されました。そして、ある夜のことですけども、 風邪をひいて少し熱が出たんですね。まあ、とにかくあの、ソウルって言いますか、韓国行った時に私はですね、慣れない食事で、まあ、それを食べたわけですけども、初日からゲリゲリゲリ、ゲリゲリゲリの連続でした。そんな中、体力が劣っていただろうと思うんですけども、熱が出たんですね。そして、熱があるってことをその家の方に話しましたら、 まあ、その時の感じは忘れましたけども、寝たんですよね。ところがですね、暑くて暑くて、暑くて暑くて、朝まで一睡もできませんでした。で、後で話を聞きましたら、オンドルというね、地下暖房を炊いてくださっていたということです。話します。え、議論、議論、議論。 日本あり、日本あり、日本あり、日本にくいにくいってことを一方で言う人たちがですね、実はその反面、大変心優しい、温かい人であることを私は知りました。これが韓国の方の心の二面性であるかと私は考えています。つまり、私が風邪をひいているというような症状を言ったものですから、部屋を温かく してくださったわけです。夏だったですけどもね、わざわざ温度を耐えてくださいました。ですから私たちはですね、政治だけを見て、そしてその政治の向こうに見える韓国、北朝鮮というものを考えがちですけども、そうではないということです。それをだからといって、韓国、北朝鮮の今の政治のあり方というものを 弁護するつもりは全くありません。しかし、しかし、そういう二面性というものも私たちは理解しておく必要がある。と同時に、そういう優しいと言いますか、日本に対して熱い戦法を持っている、熱いと言いますかね、尊敬の根を持っている韓国の方たち、北朝鮮の方たちの心まで踏みにじるようになっていますかね、破壊するようなことは日本側はしてはいけないというふうに私は考えています。 となるとどうしたらよいかってことですけども、要するに、要するに、表面的な、そうした政治的な韓国、北朝鮮というものをですね、私たち日本人は相手にしてはいけないということです。本気で相手にしてはいけないということです。前のパク政権がですね、パクさんがあちこちへ行って、ヨーロッパも行き、国連へも行き、 アメリカへも行き、日本の悪口を告げ口しました。告げ口しました。日本人の私たちは大変それを不愉快に思いました。がしかし、パクさんは、まあ、はければ国際性がなかったのではないかと思います。欧米人、それに、まあ、韓国、 以外の国、日本でもそうですけども、告げ口というのは、これはある意味でルール違反なわけです。特に白人の世界では、告げ口というのは、まあ、なんて言いますか、卑怯者のすることである、まあ、卑怯という言葉そのものはありませんけども、告げ口というのを白人世界では嫌います。それは嫌うものは嫌うんですよね。はい。 ですから、そんな次口外交を繰り返せば繰り返すほど、パクさんは韓国の名誉を逆に傷つけていたということに気がつかなかったわけです。事実そのように国際社会は判断しました。私が言いたいのは、ちゃんと見ている国は、ちゃんと見ているということです。繰り返します。そういう 韓国の在り方、北朝鮮の在り方というものを日本人の私たちが慌てなくても、ちゃんと見ている国は、ちゃんと見ているということです。ですから、日本人の私たちは、気高く、誇り高く、まあ、そうした姿勢をですね、内外に示していくということです。決して同レベルまで下がって、 お互いにギャン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 やり合ってはいけないということです。そういう見苦しい姿を見せてはいけないということです。またそういう毅然とした態度を世界が見ていて、日本はやはり素晴らしい国だなという評価を下すということです。事実、日本という国は素晴らしい国なんですよ、皆さん。そういう思いを込めて、今日、日本国の証明という動画を 朝一番にアップロードしてみることにしました。ぜひご覧になってください。つまりその動画を見てくだされば、そんなちっぽけな国相手にするような国ではないということをですね、皆さんにも理解していただけると思います。ちっぽけというのは何も国力や GNP やまあお金のことではないということです。歴史的にちっぽけだということです。 歴史的にちっぽけたということです。わかりますかこの意味。得てして私たちは、まあ、現在の世界の潮流として、欲望の渦の中で、欲望の奴隷の中で、欲望のその、まあ、性比によってですね、価値、さらには国の価値、人の価値を決める傾向があります。金持ちは偉いんだ。そういうふうに、 考える傾向があります。が、それは、それ。が、それが、しかし、人間の風格、人格、品格まで影響を与えるということはあってはならないし、そんなことで決まるはずもないのです。その決まるはずもない部分まで、日本は犠牲にしてまで、本気で相手にしてはいけないということです。もし、相手にすれば、私たちは、 その、そういった国の人たちと同レベルまで自分たちの持つ事件を下げてしまうということです。隣の国がギャン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 と騒げば、私たちは言うべきことを言い、事務的に処理して、そしてさらりとそれを返していく。本気で相手にしてはいけないというのは、そういう意味です。そして、いかに因縁をつけられ、まあ、まあ、 そういうことですよね。もっと言えば、絡んできてもですね、無視する。絡んできても、そうしたそのどうしようもない部分については無視して、さらりと受け流していくという姿勢です。そして、日本は日本として国家の品格を守っていくということですね。国家の品格。藤原先生という方が、その本をお書きになりましたけれども、 藤原先生ですよね。の、奥さんは、私の恩師の田丸健二先生の娘さんです。田丸健二先生というのは、冒頭で言いました、北海道大学の後の学長となりました杉の,前杉の目春沙田先生の一番弟子です。杉の目春沙田で、 検索をかけていただきますと、最初のところに、弟子として、田丸賢治がいる、というようなことがちゃんと書いてあります。その、杉上春沢先生と、韓国へ渡りました。そして、起源ですね。私が、1970年に、メルボルダン大学行きましたら、東大紛争で疲れた、ということで、そこにやってきたのがタマル、田丸賢治。 ケ治先生です。その田丸ケ治先生と3ヶ月寝食を共にすることができました。その田丸ケ治先生の娘さんが国家の品格をお書きになられました藤原先生の娘さんです。そういう関係ですけども、まあ、国家の品格という言葉がね、あ出てきましたので、 事実は事実として皆さんに話しておきます。ともかくも話を戻しますと私たちが今守るべきは国家の品格であるということです。またそれが世界の人に伝わっていくということです。日本は素晴らしい国だというのが現在の日本の国際的な評価です。日本とすべきナンバーワンの国としていつも挙げられる国がこの日本です。 その理由と言いますか、なぜ日本が素晴らしい国として挙げられるか。それは今の日本の私たちのあり方にあるわけです。確かに素晴らしい国です。まあそれはもう自信持っていいわけです。それはそれとして。つまり私はその交換学生として韓国へ渡った時にですね、私は 帰る時にはっきりとこう自覚覚したのを覚えていますはっきりとそう自覚しました。まあ、それを今日皆さんにお話ししますけどもだ今のこういう状況になったからというわけではありません。私はその時はっきりとこう自覚しました。韓国から帰ってくる時にですね私はこう思いました。 次に日本が戦争をする国があるとするならば、韓国だな、というふうに思いました。それははっきりとした自覚となって私の心の中に入ってきました。思いました。考えました。それが私の、まあ、その結果ということになるわけですね。もっと言えば、結論ということになるわけです。がしかし皆さん、 対に戦争してはいけません。戦争状態に持っていってはいけません。その第一段階として、韓国にしろ、北朝鮮にしろ、本気で相手にしてはいけないということです。私たちは一歩、そういう国から上に抜きでなければならないということです。まあ、いろんなことを言ってくるでしょう。いろんな行動をするでしょう。 がしかし、慰安婦像問題にしても、日本は、私は適切に処理したと思っています。先ほど、杉口外交ということを言いましたけれども、現在の文政権になってからも、慰安婦像はそのままです。が、そんなことをすればするほど、世界の人たちは、ちゃんと見ているのです。私は、まあ、いろんなね、 国の人と付き合っていますけれども、ちゃんと見ている国の国はちゃんと見ています。まだ数年前ですけれども、あるオーストラリア人が韓国を旅行しました。そして私にこんな話をしてくれました。ひろし、韓国へ行くと、どこへ行っても、ここから独島ですよね。竹島まで。 何キロどこ行っても、ここから独島竹島まで何キロという看板がかけ、かけられているんだよ、と。で、私はそのオーストラリア人の友人にこう聞きました。君はそういう看板を見て、どう思ったと言いましたら、ひろし。 自分の国でないということを内心で知っているからそれを裏返して韓国の人はそういうことをしているんだなということが誰にでもわかるよと繰り返します内心の奥底では自分の国でないということを知っているからあえてそういうことをしているのだなということは誰が見てもわかるよと言ったんですねもしも本当に自分の島だ ということを知っているならば、そんな、なんて言いますか、みそぼらしい看板など立てないわけです。立てるところにその裏があるということになるわけです。それをちゃんと見てる人は見てるわけです。同じように、慰安婦問題って言いますか、そうにしてもですね、そういういやらしいことをするという、 韓国の姿を世界の人はちゃんと見ているわけです。いくら日本が、長崎が、広島が原爆に被害になったからといって、赤坂のアメリカ大使館の前に日本人は、貞子の像など建てません。そういう発想そのものがないのです。つまり日本には、 消えたとはいえ、武士道の精神が残っているのです。卑怯なことはしないのです。堂々と戦うのです。堂々としているのです。そういう、まあ日本人魂といいますか、武士道の精神というのが、今の、今も私たちの精神の根底に息づいているということにもなるわけですが、そもそもそういう発想がないのです。告げ口をしたり、 そういうことをする発想がないのです。アメリカの大統領が来たら、イアンフ、元イアンフを抱かせてみたり、毒とエビを食わせたり、そういう嫌がらせをする、絡みをするという発想そのものが日本人にはないのです。それが日本国の誇りなのです。そしてその誇りの原点にあるのが日本国の証明ということになるわけです。つまり、 日本は神々の国であったという誇りです。それが今日私の思いの中にありますから皆さんに力強くお伝えしたいと思います。今日本は下手をすれば間違えば彼らの特権に巻き込まれればこれは大変なことになります。そうなったら日本は取り返しがつかないことになります。それだけは何としても避けなければなりません。それこそ 右のほっぺたを叩かれたら痛いです。そんなことをしないでください。というところまでは言っても、決して左のほっぺたを叩かせてはいけない。が、同時に、右のほっぺたを叩きやがったな、この野郎と言って手を挙げれば、その時日本は負けということになります。かわいそうな国です。ちっぽけな国です。つまらない国です。日本から盗め取れ奪え。狭うる運動を続けて、 もうどん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 奪っておいて、そして表面的な繁栄だけを作り上げて、先進国十カ国に入る、などというようなことを言っている。結構毛だらけ、猫灰だらけ。言わせたいように言わせておきなさい。がしかし、日本は決して相手にしてはいけません。する必要もない。相手にする価値もないということです。つまり、 右を、右のほっぺたを叩かれたら、言うべきことは言いながらも、ほっとく。それをちゃんと世界の人は見ています。先般のラウスのあのダムの結界、全く韓国は責任を取っていません。それをちゃんと見ている人は見ています。東南アジアの人たちもみんな呆れ返っています。今、私たちがすべきこと、日本人がすべきことは、 そういう韓国、北朝鮮に対して、どのように日本が接するか、それはこれから日本の50年先、100年先のあり方を決める試金席にもなります。そしてそういう姿を見て、今、東南アジア、台湾ですらも最も尊敬すべき国として日本を挙げています。つまり、日本が見本となっている、その自覚と誇りを犠牲にしてまで、 相手にしてはいけないということです。ネット上では、まあ、同じようなレベルの人たちが、ギャンギャン、ギャンギャンと、まあ、日本人ですよ。言い合っていますけども、まあ、それは、それ。残念ですけども、まあ、それは、それ。と同時に、私のような日本人もですね、いる、いる、そして頑張っているということも、どうか忘れないで、頑張っていただきたいと、 頑張ってと言いますかね。要するに今日は朝一番から力が入りましたけども、ここで公然するようなことをすれば、それこそ取り返しがつかなくなるということです。はい。まあ、彼らは彼らの論理で動いてますから、その論理に巻き込まれると日本は大変なことになる。それは日本人の私にとっては理不尽なことかもしれませんけども、 今の彼らはそういう精神構造をしているし、そういう教育を受けているし、そういう意識を持っていますから、本気で相手にしてはいかん、いけないということです。悲願で、妬んで、恨んで、ネガティブマインドの塊です。で、最後にもう一度繰り返しておきます。政治は政治がしかし、その政治を やり方を間違えてですね、先ほど言いましたように、先ほどということは、あのテグ大学のあの議長だった男だと思いますけども、議長、まあ、片揚げは忘れましたけども、先頭に立って日本攻撃していた学生が、ニコ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 ,ニコと笑って、ミスター林、私は日本へ留学したい、何かつてがあれば教えてほしいと言って頼んできたあの学生。 今頃は素晴らしい方になっていると思います。そして、私が風邪をひいたと言ったら、一晩中、温度を耐えてくれた、あの韓国の人の優しい心それまで無にしてはいけない。むしろ、そういう人たちに向けて、日本は日本のあるべき姿、毅然とした態度、優しい心を示していくということが大切ではないかと思います。 決して攻撃一辺倒になって、そして同じドッケに巻き込まれて、日本は日本の進むべき道を誤ってはならないと思います。まあ、それが国家の品格ということになるのではないでしょうか。ということで、まだ眠い目をこすりながら、この ビデオダイリーを作ってみました。私たちは、毅然としていましょう。ということで、今日はこれで失礼します。バイそして、二つの岩は、言わずと知れた、妙と岩ということになります。つまり、この妙と岩の間を通り抜けていけば、そのラインは、ナスカの方向をほぼ示しているということになります。このように、 ナスカと二見越玉神社、そして伊勢神宮内宮下空とはつながっているということです。どうつながっているかについてはもう皆さんご存知の通りかと思います。繰り返します。二見越玉神社のお屋根はナスカの方向を示し、そして妙と岩の間はナスカの方向を示しているということになります。まさに日本は神々の 日のいずる国ということになります。結論を話す前に、もう一度、ナスカの中の日本を確認していただきたいと思います。ナスカ高原です。このナスカ高原には無数の滑走路、プラットフォームが描かれています。ちょうどこの星印のところにそれがあります。 この滑走路に注意してください。先ほども言いましたように、この滑走路の上のラインは富士山と富士山からのラインと重なります。そして下のラインは薬島の田中岳の天柱石のラインと重なります。ここでは一応桜島ということにしておきます。そして富士山です。以前は桜島ですけども、ややエラが出るということで、えー、現在は薬島の タチュタケの、えー、天中ロックにしています。この線ですね。ここでは、あ桜島ということにしておきます。ややエラーが出ます。しかし、富士山のラインは、まあ、エラーなし、えー。正確にこのラインと重なります。そして、そのラインは、このオウムと言われているランドマークを横切れます。左の方に、えー、100度ほど傾けてみます。 中部角ご覧ください。今、この滑走路の左のラインが富士山からのラインということになります。そして実際の日本の地図をその横に並べてみます。皆さん自身でご確認ください。そして北海道と四国を取り除きます。前方公園風があるのは本州と九州、それに瀬戸内海沿いの四国の一部です。ですから、神の国として 神々が選んだ土地は日本の本州ランドということになります。左の絵はですね、一見、まあ、雑に見えますけども、正確に日本列島の形を表しています。そしてこのグリーンのラインが富士山から引いてきたラインです。そして先のランドマークとここで重なります。その位置は地図上における 地図上における日本の富士山の位置と正確に一致します。プロポーションが全く同じであるという点に注意してください。つまり、左のこの、えー、ランドマークは日本の土地、日本を表しているということになります。これが日本が神々の土地であるという、まさに動かぬ証拠ということになります。となると、左の下の絵は何だったかということになりますね。そうです。トンボでしたね。 では、なぜトンボ、とんぼ、とんぼ、とんぼなのかということになりますね。それがこの動画の結論です。もう一度、ナスカ平原をご覧になってください。この日本を表すランドマークの横に、とんぼの絵が描かれていたのです。これが、その、とんぼです。とんぼの絵ですね。なぜ、とんぼのランドマークがここに描かれていたのかということになります。 なぜトンボなのか、なぜトンボなのか、ということですね。日本の古い古い名前は、秋津島だったのです、皆さん。日本では古く、トンボを秋津と呼び親しんできました。古くは日本の国土を指して、 秋津島とする異名があり、日本初期によれば山頂から国みをした神武天皇が簡単をもって秋津のトナめのことし、つまりトンボの交尾のような形だと述べたといい、そこから秋津島の名を得たとされています。また、古事記には有略天皇の腕にかかったアブを食い殺したトンボのエピソードがあり、やはり 和の国を秋津島と呼んだとされています。やはり、和の国を秋津島と呼んだとされています。つまり、秋津島イコールトンボ。だから、日本のあのランドマークの横に、トンボ、トンボ、トンボの絵が描かれていたのです。皆さんわかりますか この事実をですね、皆さんわかりますかナスカに日本のランドマークがあり、その横にはトンボのマーク、ランドマークが描かれていたのです。繰り返します。日本の古名は秋き島だったのです。つまり、トンボの島という意味です。だから、 ナスカに日本語の方向を示すランドマークがあり、その日本を示すランドマークの横にトンボが描かれていたのです。日本はまさしく神々の国だったということになります。と同時に、林博史のナスカ理論をこのような形で、このトンボマークが証明したということになります。林博史のナスカ理論は、 このようにして証明されました。万歳です。私は日本の国家を声高らかに歌い上げます。